本日やってきたのは沿線の新船橋塚田駅間、向こうが新船橋駅で向こうが塚田駅です。今日はですね 8111F が急行運用についているので、それをお目当てにやってきました。まあ、だいたい構図的に考えるとこの辺がいいかな。まあ、今どういう状況かっていうと、 8111F が大宮駅を発車していて船橋駅に向かってきている状態です。まあ、多分この辺りから撮ると綺麗に撮れるんじゃないでしょうか。ちょうどね船橋方面の電車が1本来るそうなので、試しに撮ってみようと思います。はじめにやってきたのは東武1050型11652F 普通船橋行き。まあ、こんな感じで巡航で綺麗に撮れます。日差しが強い日ですと幕車っていうのはありがたいなっていう風に感じます。三色 LED 車とかですとね、どうしても行き先表示が見えにくくなってしまうので、と思ったらたちまち踏切が鳴りました。今度は柏方面の電車が来るそうです。まあ、でも柏方面の電車はどうしてもこんな感じで障害物が結構多いので、あんまり綺麗に撮れないかとは思います。一応撮ってみましょう。あって思ったけど、まだ新船橋駅に止まっている状態かなってなると、しばらくは来ないと思うので、まあもう少々ちょっと場所を探ってみようかな。通過して行くのは東武1030型電車11635F 普通柏行き。やはりこっちの方が線路に近いので結構迫力があります。普通列車ではありますが、この下り勾配から受ける加速の影響か、結構スピードを出しながら通過していきました。もう少し場所を変えて、今度は高架に結構近づいてみました。要するに新船橋側に歩いたという感じです。まあ、この方がなんだかんだで障害物の影響を受けずに撮影しやすそうな構図ですね。そして通過していくのは東武6万系 61609F 普通船橋行き。やはりここの方が構図的に綺麗に撮れますね。というわけで結構スピードを出しながらこの沿線を通過していきます。やはりこの上り勾配に向けた加速でしょうか、上り坂を利用して減速するので、なんだかんだでもうすぐ新船橋駅に停車します。そして通過していくのは東武1030型 16-16-36F 大宮行き。結構な音を出しながら通過していきます。制御方式は開示直下制御。通過していくのは東武1050型 11652F 普通柏行き。こんな感じで小学生が登下校している中、爆音を出して通過していきます。そしてやってきたのは東武8000型 81110F 普通船橋行き。こんな感じで巡航な状態で8000系の白い車体が太陽光に照らされています。そして通過していくのは東武6万系 61609F 普通柏行き。今回の通過する速度は結構ゆっくりだったなっていう風に感じます。じゃあちょっともう少し線路の塚田駅側に歩いてみようと思います。そしてなんとちょうど今太陽が雲に隠されまして、もしも今 8111F が来れば逆光ではない感じでそこまで暗くならずに撮影できるんですけど、まあでもどうかな、船橋駅で多分確か11分ぐらい止まって折り返す感じなので、その間までにはもう太陽が出てしまうでしょうか。通過してインクドは東武1030型 11633F 普通船橋行き。は結構迫力がありますね。そしてだいたいこの辺りが次の 8111F を狙うポイントになるかなと思います。
まあね、この直線区間をちょうど走ってきて、そしてここでカーブして塚田駅側に向かう感じとなるので、このカーブするシーンが個人的に結構側面をきれいに映せて良いスポットかなと思っています。ちょうど多分1本前の柏方面に行く普通列車が今新船橋駅に止まっているので、これでちょっと練習してみましょう。まあ、大体位置感覚はつかめたので、次の 8111F がやってきたらこの動画を終わりにしたいと思います。まあでも多分その前に船橋正面の電車が1本来るかな。なんだかんだでさっきまでは雲一つないような空に近い状態だったんですけど、本当にこの1時間ぐらいで雲が結構増えてきて、太陽がなんかしばらくの間雲に隠されています。撮影の状況に適しているかどうかは別として、さっきまでね結構直射日光で暑かったので、この体感面でもこんな感じで太陽が雲に隠れている方が個人的にはありがたいです。そして通過していくのは東武6番系 616-10F 普通船橋行き。やはりこのカーブ区間であるためレールと車輪と摩擦の音が結構響きます。これはモーター音以外にももう一つの響く要素ですね。というわけで電車が通過していくと踏切はどんどんと開いていきます。そしていよいよ踏切が鳴り始めまして、遠くに見えました 8111F、 ちょうどね多分今新船橋駅を通過している最中かと思います。いや本当に雲があんなにたくさんあるのに、ちょうど通過している最中だけ若干晴れて逆光になってしまいましたね。まあいろいろなことがあるもんです。というわけでどうもありがとうございました。